回はタイプレミアリーグ王者チョンブリブルーウェーブへの練習参加から帰国した藤川選手にタイでの様子を聞いてみました。1ヶ月前に、チーム全体でタイ遠征に行かせてもらったんですけど、その時にチョンブリというチームに出会った時に、その結果的に勝ったんですけど、その局面局面でちょっと完全にやられたこととかもあったりで、攻撃の時は完全に崩されたりとか、ディフェンスやっててもこう完全に守られたりとか、そういうことがあったんで、ちょっと学びたいなと思いまして、タイ代表のメンバーとフットサルすると、なんか自分もすごい上手くなった気持ちになって、タイのすごいスーパースターの人たちってチームでこうサポートっていうか、人を助ける動きっていうのにすごい長けてるなと思って、で僕もそのめちゃめちゃ足が速いとかそういう武器はないんで、そういうサポートの面でもうちょっと練習中から意識してやってって、スペシャリストじゃないですけど、そういうのを目指そうと思いました。シーズンオフ中にタイでフットサル修行を行った藤川選手、今シーズンの活躍に注目ですね。バサジーオイタ 2016-2017 シーズンの試合日程が発表となりました。 F リーグ開幕戦は6月12日日曜日、代々木第一体育館。対戦相手はボスクオーレ仙台。そしてホーム開幕戦は6月19日日曜日、場所は大分県立総合体育館。対戦相手は F リーグ9連覇中の名古屋オーシャンズ。いきなりホームで強敵との対戦となります。絶対勝ちます。本分か。ここでお知らせです。バサジーオイタホームゲーム観戦チケット、チケットパック10の販売を開始しました。ホームゲームチケット当日引き換え券が10枚セットでなんと12,000円。通常のチケット料金は1枚2000円となりますので、なんと8000円もお得。さらにこちらのチケットパックはお一人様のみならず、複数の方でシェアすることができます。購入方法などはご覧の通りです。お得なチケットパック10は販売数に限りがありますので、お早めにご購入ください。今シーズンも熱いフットサルの試合や楽しいイベントなどでホームゲームを大いに盛り上げます。ぜひホームゲーム会場へ応援に来てくださいね。